ドニス・アブディアイは、ドイツにリーダーザク選手オスナブリュック出身の、プロサッカー選手。TSV ハルトベルク所属。コッソボ代表。ポジションは、フォワード。地元クラブの VFL オスナブリュックを経て2011年に、シャルケ・レイヨンに入団。U-17 チームで53試合59得点という、驚異的な活躍を披露しこの年の、フリッツバルターメダル U-17 部門で、 同メダルを獲得した。U-19 チームでは24試合で17得点を上げ、トップチームに昇格。2014年9月17日開催の UEFA チャンピオンズリーグ2014から15グループリーグチェルシー FC 戦で初のベンチ入り。2015年1月13日 SK シュトゥルムグラーツに18ヶ月間期限付き移籍することが発表された。 2018年1月15日、ローダ JC に半年の期限付き移籍で加入。2018年8月16日、延長オープション付きの単年契約で、ビレムツーに完全移籍。2019年7月8日、トラブゾンスポールに3年契約で加入。2020年1月20日、ハートオブミドロシアン FC に6ヶ月の短期契約で移籍した。 ハーツ対談後、しばらく、フリーとなっていたが、10月中旬から FC エメンにて、練習参加しており、2020年11月12日、シーズン終了までの契約を結んだ。2021年1月31日、アエルリマソールに移籍した。2014年10月11日、 アブディアイワユ -19 ドイツ代表からの召集を拒否しアルバニア代表へ変更する意思があることを表明。しかしアルバニア代表として国際 A マッチに出場することはなく2016年にコソボ代表が FIFA へ加盟したことを受け代表を変更。2016年11月の国際 A マッチデーでコソボ代表に参加した。しかしながら国際サッカー連盟から承認が降りず、 出場することはできなかった。2017年3月20日にアイスランド代表に挑むメンバーに招集され、24日に国際サッカー連盟からコソボ代表への変更が承認され、同日の試合でコソボ代表初出場を飾った。ありがとうございます。